はい、ということでこんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今ですねこちらのニンニンコミックフルボトルセット聞いてみましたね。うん、はい、フルボトルちなみにこんな感じだね、うん、これが忍者、うん、これは手裏剣の形かな。そうだね、うん、そしてこちらがコミックです、うん、これは漫画の吹き出しとかの小回りが書いてあるね。あ、そうだね、うん、はい、ということで今回はこちらも紹介したいと思います。はい、忍術発動デラックス4コマ忍法刀です。はい、ということでこちらも、本日放送分のビルドから登場してたね。じゃあ早速開けていきましょう。はい、はい、こちらが4コマ忍法刀ですね。はい、デザインこんな感じですごくコミカルだね、うん、これが分身の術で、これが火遁の術、そうだね、でこれが風遁の術で、最後が隠れ身の術、そうだね、うん、はい、こんな感じになってます。はい、作りは簡単で、トリガーはここ、うん、電源のスイッチはここにあるだけ、うん、それだけです。はい、フルボトルは刺さんないね、うん、で単用電池2本ここに入れてありますので、はい、電源オンにしてみてください。うん、お、音でっかじゃあトリガー引いてみて。はい、分身の術じゃあ次、火遁の術いってみましょう。はい、火遁の術、おー、火炎斬り、あー、いいね、うん、あ、爆発する、ちゃんと爆発した次は風遁、はい、次4回いってみよう。はい、隠れ身の術、ドローン、ドローン、ドローンするだけだ攻撃しないんだ、うん、パパはドリルクラッシャー、僕は4コマ忍法刀で対決だフルボールなら分身の術だ、うおぉー、マジかー、無理だー、そしてさらに、火遁の術、ちょっと待って、おーらっけー、よし、ごめん、分身終わり、戻ったな、じゃあチャンス、チャンス、竜巻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 、うわおりゃでは隠れ身の術、ドローン、はい、ということで今回は仮面ライダービルドのデラックスニンニンコミックフルボトルセットと忍術発動デラックス4コマ忍法刀でした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、それとチャンネル登録もよろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。